高ランクは新潟市を構成する行政区の一つ。江戸時代から六歳市の立つ在京町として発展した亀田を中心とする亀田号と呼ばれる地域に位置する。JR 新越本線や亀田バイパスが通るなど交通の便にも恵まれていることから、近年は中央区の都心部に対するベッドタウンとして宅地開発や商業開発が進み、 他の行政区とも地理面、経済面で非常に近しい関係にある。2015年時点では、年少人口割合がハックの中で最も高い。市政志向から現在までの合併の経緯、平成の大合併前からの新潟市域のうち、その目、両下は、大鉱山の3地域と、同合併時に編入された旧亀田町域、旧横越町域で、主に構成され、 区役所は旧亀田町域に置かれている。なお、区の境界は合併前の市町村会や管轄会と一部、一致していない箇所があり、以下が挙げられる。新潟平野を流れる品濃川、阿賀野川及びその支流である小阿賀野川に囲まれた地域は、亀田号と呼ばれる地域を形成しており、北、西、南の三方から包み込まれるような形で、新潟市の他の行政区と接している。 かつて、亀田号一帯は泥田に覆われ、地図にない湖と形容されるほどであったが、1948年以降、栗の木排水機場の整備など、土地改良事業が進められ、良質の関連に一変した。区の最高地点は13メートルとかなり低く、新潟市の区の中では、南区の8メートルに次いで2番目に最高地点が低い区である。江南区には、 海がなく内陸ではあるが、海抜ゼロメートル地帯が多い。旧亀田町の亀田地区、旧横越町の横越地区と、旧新潟市域3地区で構成される。旧新潟市域3地区は、かつてはいずれもの村部。3地区とも亀田、横越同様、もともと中間原郡に属する村であったが、1957年5月3日に新潟市に編入した。 亀田地区の地域イオンモール、新潟南亀田駅前横越地区の地域プラントマイナス5横越店、その木地区の地域、両川地区の地域大鉱山地区の地域住居表示は、亀田地区、横越地区については2005年の編入合併を前に、宅地、集落のほとんどで実施された。両地区では編入後に新規開発された住宅地、商業地においても、 開発完了後に比較的早い段階で実施されている。その一方、旧市域3地区では、その目地区の2箇所で実施されているだけにとどまっており、両下は大鉱山両地区には実施箇所はない。なお、前述した、両下は地区の両下は工業団地の町名は、両下は一町目だが、地盤は従来通りのままで町名のみを変更した、町名変更である。また2005年に、 亀田町が新潟市へ編入した際、住居表示未実施地域の地名は大技を冠したままとされた。他の市町村は編入と同時に大技を廃止したため、大技を冠する地名が残存したのは亀田地区だけであった。2007年に清嶺市へ移行した際に亀田地区の大技も全廃され、これによって大技を冠する地名は市内から消滅した。大鉱山。 横越両地区には、阿賀野川右岸側に、飛び地が存在する。現在は、北区豊坂地区の一部となっている細山の一部と十二前、現在も江南区横越地区に属する阿賀野などがそれに、あたる。これらは、大正時代から昭和時代初頭にかけて行われた阿賀野川の稼働改修で、流路が直線化されたことによって、飛び地となったものである。 太平洋戦争の終盤を迎えた昭和20年7月20日、米軍爆撃機 B29 は、新潟港での機雷投下を完了し、帰路の途中、新潟市内に設置された高車砲からの砲撃により、左翼を直撃被弾し、発火炎上しながら南下し、旧横越村の阿賀の川沿いの焼山地区に墜落した。総見ゆう片目公園とサイクリングロード横越、出張職域は、 宅地、集落を除けば多くは、水田で、稲作が盛んである。また、亀田地区は、果汁が多く大玉の、東五郎梅の産地として知られ、市街地南部では、梅の栽培が行われている。また、横越地区南部の日本に、木津、両川地区東部の割屋では、梨の栽培が盛んで、亀田、横越地区を統括する新潟未来農業、共同組合は、 日本で五丁目に梨専用の選果場、梨の実感を設けている。両川地区の平谷は漁業共同組合があり、品野川下流域の内水面漁業を統括している。流域では鯉や船、木ガ谷などが漁獲されるほか、鮭の養殖にも取り組んでいる。亀田地区ではかつて、亀田島と呼ばれる織物が盛んに製造されていた。太い木綿糸で織られ、 水と泥に強いのが特徴で農家の作業着の生地として使われていた。明治初期までは農民の副業として織られていたが明治以降に織物業として成立、最盛期には660余りの業者が亀田島を織っていた。戦前戦後の混乱期に衰退し一時消滅する浮き目を見たが2005年から地区内の2社が製品化に取り組んでいる。 港南警察署亀田郵便局区内の主な病院は下記の通り。この他、その目地区北側の中央区将棋に新潟市民病院がある。新潟県立新潟工業高等学校新潟、秋典中学校、高等学校、亀田総合体育館現在、区内で唯一の鉄道駅である亀田駅は2005年に京城駅舎に改築された。 改築を機に、駅舎東西の駅前広場には、コミュニティバスのバス停や、パークライド用の駐車場が設置されるなど、区内、市内の交通拠点として整備が進められている。また、亀田駅と秋葉区の小木川駅の中間点付近では、1980年代後半から、新駅設置を求める意見が住民などから寄せられており、過去に、 亀田地区南部の木所と横越地区西部の日本木の2カ所で新駅設置構想が起こっている。こうした経緯もあり、亀田・横越領町の新潟市への編入合併に際して設立された法定合併協議会で合併建設計画を立案した際、日本木に新駅を設置して周辺の開発事業を実施することが盛り込まれた。これを受けて2007年、 新駅予定地周辺の地権者らが土地区画整理組合設立準備組合を設立したもののしばらく具体化には至らなかった。その後、2017年5月に港南区町づくり協議会が設置され、新駅周辺の土地利用の方向性を検討するなど具体的な動きが進み始めている。路線バス、港南区内を発着する路線バスは すべて新潟交通と同社の地域主会社である新潟交通観光バスにより運行されている。区内の亀田工業団地には新潟交通の新潟南部営業所があり、市内路線バスの運行拠点となっている。新潟交通の路線バスはすべての路線が新潟市中心部発着である。なお、区内を経由する同社の全路線で利、U と等の IC カードが利用できる。 新潟交通は市内中心部から放射状に路線網を構築している一方、郊外間の路線網がないことから区内各所から区役所のある亀田地区へ直接アクセスできる手段は非常に脆弱となっており、また区内には公共交通そのものが全くない地域も点在していた。旧新潟地域3地区のうちその木地区と亀田地区を結ぶ公共交通手段は 精霊市移行時には全くなかった。こうしたことから区内では公術のコミュニティバスが盛んに導入されるようになっていった。ただ、区内全域においては日常の交通手段を自家用車に依存する比率は高い。各路線の詳細は運行便別時刻表及び新潟交通のバス路線一覧を参照。コミュニティバス、江南区内では現在3事業者が コミュニティバスを運行している。詳細な運行情報は、区バス、住民バスを参照。高速バス、港南区内には高速道路上のバス停留所が2カ所、ある。両川地区の坂屋町には、万越自動車道の坂屋バスストップ、東区との区境の西野には、日本海東北自動車道、西野バスストップが位置する。両社とも下り側にパークアンドライド用の駐車場。 駐輪場が設けられている。亀田駅前地域交流センターにて、江南区町中海遊レ連タサイクルの貸し出しが無料で行われている。高速道路整例市以降の際、旧新潟市域の区割りを決定する際に、草海の基準とされたのが、北陸自動車道の新潟中央インターチェンジ JCT から日本海東北自動車道の阿賀の架け橋までの間である。 草境は高速道路の北側に沿って設けられており、北側が中央区と東区、南側が港南区で、高速道路自体の登記上の所在地は全て江南区となっている。ただしその後追加された新潟東スマートインターチェンジの下りランプ部は東区に食い込んでいる。国道剣道、ありがとうございます。